ちょっとピンタマイクで一言お伝えください。なんかもうこれで終わりたいなって思ってです、なんかすごい感激して聞いてたんですけど、あの私ね、10年前にちょっと寝たきりの病気になったんです。それであのその時に家の窓からあのちょうど見えるレンゲソウがね、本当にこの季節綺麗なんです。もうそろそろあの咲き始めてるんですけれども、本当にね紫色の絨毯になるんです。でその塩あの景色を見ながら詩を作りまして、春の歌、夏の歌、秋の歌、冬の歌って何年かあのちょっと寝た気になったんですけど、その時の詩を佐藤さんに渡しましたら素敵な曲をつけてくれました。で今日はあのそれを歌えということで、えらいことやなと思ってるんですけど、まだまだね歌いきれないんですね。あのでも自分の作ったあの子供のような詩なので、花と光の中で聴いてみてください。
ありがとうございました。おぎり、サンキュー。ラケセン、グラシアス。どうも、おぎり。よろしくお願いします。ありがとうございました。また、お願いします。よろしくお願いします。